Hi Now Japan News Update。アロハ、ハイナオジャパンニュースアップデートへようこそ。松本裕太です。ハイナオジャパンはハワイのローカルテレビ局、ハワイニュースナウの日本語オフィシャルコンテンツ。毎週日本の水曜日と土曜日にハワイから最新ニュースをお届けしています。それでは7月4日のニュースです。7月1日、第46回ナホクハノハナアワードがホノルルダウンタウンのハワイシアターで開催されました。ハワイを代表するミュージシャンが一堂に会し、会場はハワイアンミュージックへのアロハで包まれました。授賞式の合間には、さまざまなミュージシャンによる素晴らしいパフォーマンスも行われました。授賞式では、プレゼンターや受賞者によるハワイ語でのスピーチを聞くことができ、ハワイ語の美しさを改めて感じることができました。O ka iu damas ki kahi o na kumu mo o lelo Hawaii. Me o Hawaii nei, ka luna i ke kuuna Hawaii. This is a leo paipai a oko, e komo i ka ke kai papa o lelo Hawaii. さて、ハワイのグラミー賞と呼ばれるナホクハノハノアワード、今年の授賞式はナタリー・アイ・カマウーさんが多くの賞を受賞しました。ナタリーさんはアルバム「ナタリー・ノエラニ」でアルバム・オブ・ザ・イヤー、女性ボーカリスト・オブ・ザ・イヤーを受賞。さらにご主人と出したシングル「ノー・ワイ・メア・ケアロハ」ではソング・オブ・ザ・イヤー、ハワイアン・シングル・オブ・ザ・イヤー、ハワイアンミュージックビデオオブザイヤーも受賞しています。ナタリーさんは美しい容姿と歌声を兼ね備え、人気実力ともに絶大のアーティスト。多くのハワイアンミュージックファンを魅了してやまない彼女の歌声を皆さんもぜひ聴いてみてください。また授賞式の様子はハワイニュースナウの Facebook でアーカイブをご覧いただけます。リンクを概要欄に貼っておきますので、まだご覧になっていない方はぜひそちらでお楽しみください。6月30日、ついにホノルル高架鉄道スカイラインが運行をスタートしました。オープニング当日はこのハワイにとって歴史的な日を祝うため盛大なオープニングセレモニーが行われました。7月4日まではホロカードを持っていれば乗車が無料。グランドオープンの週末には長年待ったスカイラインに乗るために4万人以上のロコが駅に駆けつけました。 It's beautiful! Finally we get to ride the choo-choo train! 私も昨日乗車してきましたので、そちらのリポートをお届けします。まずは乗車に必要なホロカードを購入します。ホロカードは駅のキオスクのほか街中でも購入できます。はい、私は今こちらセブンイレブンでスカイラインの乗車に必要なホロカードを購入しました。こちらホロカード1枚2ドルです。ホロカードはセブンイレブンのほかフードランドや ABC ストアでも購入できます。私は今ハラバアロハスタジアムステーションにやってきました。今回開通した中では最も東側の駅です。一体どんな乗車体験なのでしょうか。今からとても楽しみです。駅にはエスカレーターやエレベーターも設置されています。トイレもありますが、使用するためには駅のスタッフにお願いをしないといけません。駅のホームに上がってきました。ご覧ください、大勢の方がいらっしゃいます。電車は10分ごとにやってきます。スカイラインは運転手のいない自動操縦。一番前の大きな窓からは線路が見え、スピード感を楽しむことができます。電車からはパールハーバーのアリゾナ記念館、遠くにダイヤモンドヘッドも眺めることができました。この度開通したアロハスタジアムから東カポレイ駅までは20分強の乗車時間です。電車の揺れも少なく、乗車の居心地はとてもいいです。立っていても全く問題ありません。スカイラインの運転時間は平日朝5時から午後7時まで、週末祝日は午前8時から午後7時までです。乗車料金は3ドル、
1日パスは 7.5 ドルです。なお今回オープンしたのは第1フェーズの区画で、次のフェーズでは2025年にダニエル K 井上国際空港東部にあるミドルストリートまで線路が延長される予定です。最後は面白い写真をご紹介します。先月、写真家のウォーレン・フィンツさんがキラウエア火山のハレマウマウ火口で撮った溶岩の写真が話題となっています。溶岩の中に顔が写っているように見えるとのことで、こちらの写真は映画モアナに出てくるテカーと比較されています。こちらがその写真。確かに目と口があるようにも見えますね。皆さんはどう思いますか？以上、7月4日ハイナオジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。ハイナオジャパンニュースアップデートをご覧いただきありがとうございます。次のビデオ視聴とチャンネル登録もお忘れなく。それでは次のビデオでお会いしましょう。アロハ。